これ設定差、設定差結構ある。これ多分スルーストユリカ1745ゲームぶりの AT です。 80% 操られてるよ、シトに。おーありがとう、レイやっと起きてくれた。激アツ激アツ、えっ、おー気持ちいい。これ大勝利が出てる、アスカ、しゃーお願いします。おはようございます。さあおはようございます。天天の成長日記、27ページ目でございます。ですね、抽選がですね7番だったんですよ。待って、エヴァ流れてる、最高でね。抽選7番じゃないですか、成長日記も27ページ目じゃないですか。さらになんですよ、もうね打ちたい台決まったの。最初ねバイオかエヴァどっち打とうかなみたいな感じで迷ったんですけど、もう全部7だったから今日エヴァ打つ、空いてる、よし。これねエヴァ勝利じゃなくてエヴァ AT トリプルセブン、もう全部7ですからね今日。なんかありそうな気がするめっちゃ適当な根拠なんですけど、エヴァ打ちたいと思います。あんまり回されてないんですよね、前日。とりあえず、エヴァ AT トリプルセブンからスタートです。で待って、あの映画の曲、宇多田ヒカルさんの曲流れてるの、めちゃくちゃテンション上がる。しかもね今日靴ちゃんと履いてきてます、アスカ、たまたまだけどねということで、エヴァ AT から、実戦スタートです、よろしくお願いします。はい、おはようございます。天天の成長記27ページ目でございます。ですね、抽選まずあ、ちょっとその前にエヴァの、AT トリプルセブンなんですけど、リセットかかってってた場合、ここ十字ボタン下押したら普通シナリオ表が出てくるんですよ。シナリオ表が出てきた場合は据え置きなんですけど、何も出てこない場合は多分リセットかかってると思うんで、多分リセットはかかってますというとですね、27ページ目ですね。あのその下界ステージいる時点でかかってるか。でですね、抽選が7番で、テンテンの成長日記も、27ページ目、いろいろと7がね、いろいろと7が揃ってたということで、エヴァに座りました。勝利への願いじゃなくてね、エヴァ AT トリプルセブンですね。んー、アスカは何かしらの質問あるけど、ちょっと待って。はい、ですね、アスカはキス設定の確率少しアップですね。でね、なんか中押しで打った方が結構面白いらしいんですけど、僕も順押しです。このエヴァ AT ってもうあんまりね、置いてある店舗さん少ないんですよね。けど置いてあるんですよ、今日第一プラザ船橋店さん。最高です。ここでベルレンもしくはレイアク引けば行くんだけども、ラスト1ゲーム、あーどうない、あ、オッケー、ベルね、これもう1回ベル引いたらいける。あー、さすがに行かないか。8止まりでも、40%、50% ぐらいあったと思います。 US ですね、真ん中ですね、北エドはチャンスアップが欲しい。ここ赤、あー特にない、きついですね。次は3ですね。でちなみに、アイキャッチ見逃した場合でも、ボイスでシナリオの質はできるんで、だから途中から打ち出すときはね、まず、これボイスの質を、これアスカじゃないですか、さっきアイキャッチアスカだったんで、まあ、アスカですよみたいな。エヴァ打つにあたって見たい演出、もちろんコードトリプルセブン、もはやそれ引かなきゃね動画にならないんじゃないかなぐらい思ってるんで、マジで引く。そんなに簡単に弾けるもんじゃないです。1日1回弾いたらいいんじゃないかなぐらいのレベルなんで、あとはねエンディングですかね。でもこのエヴァの怖い点が1つある、レアーク弾くで、これ、ステップアップあります。もう1段階いってくれば熱い。お、行く、これ強レアークですね。強スイカもしくは強チェリー、あ、全然普通のスイカだった、全然普通のスイカです。でこれ蓄積系ですね、ここにピカピカしてる間にどんどん貯めていこうみたいな。この期間中は2倍になります、獲得。1回も何も引けてない、え、待って、弱スイカで、これ設定差結構ある、これ多分予告入ってる、オッケーオッケー、設定差あるよこれ多分、え結構やばい。通常時の、エヴァンゲリオンチャンス0役からの当選確率で設定1234で 弱霊役で 0.39、 強霊役で約 2% なんですよ。めちゃくちゃ設定数あるとこ引いたっすねえってことはさ、ええってことはちょっと待って、56もしかしたらある、なかなか薄いとこ引いたっすね。でも予告出てるんでエヴァンゲリオンチャンスはもうほぼほぼ当選してます。
いや、なかなかこれ高設定に期待できるのを早速引いてしまった。はい、エヴァンゲリオンチャンスですね。で、ここね、いろいろとなんかあるんですよ、テーブルみたいのが。いいやつもあれば悪いやつもある。で、ここで昇格するのにも設定差があります。で、欲しいのはゼルミッション。おゼールミッションですね。3つあるうちの真ん中です。なかなか期待していい。ベルリプレイ冷却でステップをどんどん上げてマックスまでいったら、AT です。で、これ、押し順当てろみたいな真ん中下手くそ。ほんと自力なんですよね、ここマジ。自分がね、やれるかやれないかで、リプレイは確定じゃないです。ベルは確定、冷却も確定で、冷却に関しては、2段階とか上がる可能性があります。待って、めっちゃ下手、めっちゃくちゃ下手。これはきつい、これはきついです。まあ、でも外したけども、弱スイカでのエヴァンゲリオンチャンス通すのはマジでやばい。でもこれで そのさたまたま 0.39 引いただけで追って追って負けるっていうのが一番嫌なパターン。 OK、チャンスゾーン2回目ですね。まあ、これがデフォ、基本的に緑が一つあるのがデフォルトですね。あ、ここ上がらない。ゼーレミッションがいい、ゼーレミッションがいい。真ん中、真ん中、真ん中。LCL ミッションでもね、レイアークもしくはリプレイ、チャンスです。残念。やばい、これ朝一からあの天井というか、天井っていうか、なんかスルーしそう、ユリ感。あ、全然無理っぽい。残り3ゲーム。あ、これ何かしらのレイアーク、レイアークじゃない、あ、レイアークだ。おお、強強強、8までいった。すごくない？特にあの広角とかも何も入ってないでランク2から9まで上げました。約 75% US 作戦ちょっと怖いよ。チャンスアップなきゃマジで怖い。ええ頑張ってよ俺。アスカ、しかもさ、さっきの9外してなかったらさ、まだギリギリチャンスゾーン5回狙えたんすよ。こうなるともう絶望的なんですよね。チャンスゾーン天井は狙えないんで、もうね、ランク上げて上げてぶっ刺すしかない。もしくはコードトリプルセブンチャレンジでぶち込む。え、マジでこれで外したら本当にやばい。全長起きる、点々インパクトの。あ、オッケー、運だ。で、赤文字。あ、オッケー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 、これは大丈夫。はい、3回目ですね、エヴァンゲリオンチャンス。ここちょっと昇格していきたいところ。あー、ちょ、設定差あるんですけどね、ここ。まあまあ、軽い設定判別要素みたいな LCL ミッション、まあきついですよね。で、ここで来ました、コードトリプルセブンチャレンジ。マジで俺の今日の目標はこれを入れること。やめてやめて、残り4ゲームちょっと耐えて。あー怖い、もうダメだって、これはもうダメだよね。あ、最悪、もう無理っすねこれじゃあ。はい、ランク2までいっちゃったので、なかなかね、チャレンジ入ってもきつい状態。なんでこういう時に限って入んの、本当に無理なんですよ。2だとね、期待度めっちゃ低いんですよ。でここでね、冷薬引きはまだある。強冷薬、弱冷薬でもさ、あの 40% ね、前回外してるから。え、チャンスアップは一応入る。もう1回あったらマジで熱い。ないよね、ちょっと冷薬引かなきゃ無理だよね、さすがに。なかなかチャレンジ自体も入んないんですけどね。もうちょっと本当に最後の最後に2位いったのがね、完璧にあの範囲でした今のは。でさっきの、コードトリプルセブンチャレンジはそのランク0か1で抑えるか、もしくは上げ切るかなんですよ。7、8、9ぐらいまで上げ切っちゃえばまた期待度が上がるんで、その2、3、4、5が一番弱いんですよね。で、ここがですね、シーン10、一番最後なんで、何が何でも、エヴァンゲリオンチャンスには入れたい。で、シーン10です。マジでこれ透かしたらなかなかきつい。運だ運だ。あ、待って、やめてやめてやめて、チャンスアップ欲しい。あ、マジでやばい。あ、終わった。やばい、これ朝一からあの天井というか、天井っていうか、なんかスルーしそう、ゆり感。まあまあまあ、ちょ、もうそれ当てたい。もうそれ当てたいですもん。まだ始まったばっかなんですけど、頑張ろう。あ、これ全部ゼールだったらマジ熱。
おお、行かないんかい。まあ、まだ続くんかい。行かないんかい。あ、いや、終わっちゃった。攻めで、これね、こういう時にね、右来るんですよ。ほらね、ほらね。ほんとやってる。頼む、頼む。2分の1、3分の1、3分の1、3分の1。うわぁ。もうね、L シールはね、きついんすよね。はい、ただレイがね、寝てる姿を見てるだけでしたね。はい、僕あのお父さんかってボタンに突っ込んだ今。待ってこれさ、 2回ともスルーするっていうパターンもあるよね。最悪マジでこんなはずじゃなかったの俺。マジでこベル、マジでベル。ちょっと待ってください。ですね、シーン10、これ最後なんですよ。ランク7、設定1で 25% ぐらいで入るんですよね。エヴァンゲリオンチャンス、うますぎ、めちゃくちゃうまい。 OKOKOK。 しかも、ランク10ですね。いいやつ、いいやつきます。ピアノ、ピアノ、ゼレ、これマジ右だけ回避すればいけるから。あー、昇格なし。ピアノ、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 ピアノ。あるー、これで、シナリオ X だった場合、継続率 80% の AT もらえます。当たったらね、もし AT に当た、あ、もしつか普通に AT に当たればね。さあ、ここでシナリオ X なのか C なのかが分かります。どっち？これ。うわ、 X なんだけど、どうしよう。ですね、シナリオ X なんですけど、ランクがね、全部弱いんですよ。最後だけ5なんですけど、でこれもしね、 AT 当選した場合 80% ループです。だからもしここで、AT 当てれたらね、大量出玉にめちゃくちゃ期待できるんですよ。マジでここ、ここ当てれなかったら本当にやばい。シーン10ですね。でここで唯一の一番期待できるところなんですよ。シナリオ X で、グランク5スタートここしかないんで、最終ゲームね、最終シーンっていうんですか。まあ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 、まあ、とりあえず9止まり。残り3ポイントってめちゃくちゃ惜しかったんだけど、これラストだからね。でランク9いってるけど 75% あります。ここ外、ここ外したらもう本当にどうしよう。あー、特にチャンスアップなし。え、待って、本当にやめて。 75% あるからね。え、チャンスアップないんだけど。あー、 OK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 、 これは大丈夫。よし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 。投資がですね、38本で現在12時半。凱旋ですか、僕凱旋打ってるんですか今。当たりなし。で、ただピアノはあると思います。ピアノがどっかにある。 OKOKOK。 でね、これさっきね、たまたまこう引いちゃったけど大丈夫、今回2つチャンスあるから。あー、昇格なし。真ん中、真ん中、やっと来た、やっと来た。しかもですよ、シナリオ X です。今ここで当てれば 80% ループ。エヴァ乗って世界を変えるんだ。ピアノミッションとゼルミッションと同じ感じですね。とりあえずあのポイントを貯めてこうみたいな。でマックスまでいったら勝ち。6までいってもね、そこそこ期待できるんですよね。うまい、うまいぞ。これチャンス。オッケー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 。マジでめちゃくちゃ緊張してるからね。入試、入試ぐらい。あ、俺入試やってねえわ。あ、レイアイアクス最高。これ2個上がる。あ、オッケーオッケー。これはいった、これはいった。うまい。もう安心して見てられると思う。レイアイアクス引く。ついにです。1745ゲームぶりのAT です。しかも、80% ループ。よし、ありがとうございます。これでマックスでめちゃくちゃいいの、いい音鳴ります。気持ちいい。ありがとう、カオルくん、ありがとう。よし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 。投資が39本ですね。
大丈夫。でも 80% なかなか引けないからね。 80% はチャンスボール10回目、10回スルーしてですね。よし、マジで頑張る。アゴパッカン 80% だからね、やるでしょ。普通にやりたい。で基本的には1回目は青七平行です。やっとできるよマジで。まあ、まずは王道残酷な天使のペースを聞いてやりていきたい。え、大丈夫だよね、大丈夫だよね、大丈夫だよね。モード3だから大丈夫だよね。一応赤まで行ったよ。 80% あるよ。普通に怖くなってきた。大丈夫だよね。あ、チャンスアップないんだけど。ちょっと待って、本当にやめて。ここでなかったらほぼほぼ死ぬ。ええ失礼しよう。え、え、 80% 1回目で失敗したってことこれ。え、本当に 80% だったの。え、 80% だよね。シナリオ X だったもんね。え、やばいって。306枚。うっそー、恐ろしすぎるって。こんなんじゃないんだよ本当に。このエヴァ操られてるよ、使徒に。月って何？タードインパクト、タードインパクト、タードインパクトの続きが始まる前にこいつを片付ける。もうやだ、何もしたくない。おっ、うわうわうわ、来た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 。ランク1 25%。 これこの間やった、外してるから。マジでここで入れたら大逆転ある。よし、行きます。マジで頑張ろう、頑張ろうね。初号機ね、初号機ね。25% だからね。でここで霊薬引けばいいの。霊薬、強霊薬引いたらもう一撃。ジャック霊薬でも 40%。 まずチャンスアップが欲しい。ここ第一停止で、あ、ない、ダメ。あ、チャンスアップないんだけど、無理かな。霊薬もないよね。あ、ちょっと、やばい、マジで泣きそう。半泣きっす。投資48本、6枚目っすね。もうなんかなんだろうね、俺使徒だわもう。あ、やっと来た、これですね、周期降格、ポイント2倍になりますって設定差があるんですよ。これ選ばれるのが、設定1で 4%、 設定6で 8% ですかね。ただね、何周期やったんだもう分かんないけど、やっと来たんですよ。これがね、頻繁に起きればその高設定期待できるんですけど、まあそもそも6でも 8% っていう時点です、あんまり来ないんですけど。やっぱりね、 LCL も普段こんなにねスルーしないんですよ。こんだけやってはね、何回か当たってるはずなんですけど、やっぱそうなってくるとやっぱ低設定なんですよね。リプレイ、レアクとかにも多分当選の設定差があるんで、最終ゲームでレアク引く、弱スイカ、おぉありがとうレイ、やっと起きてくれた。もうおはよう、おはよう、もうお昼だよあなた、もう何時まで寝てたの本当に。2672ゲーム回して2回目の、AT ですね。マジで長い、長いというかすごい。単発っすね。はい、ランクマックスです。予告、あーはー、マジクソ長かった。
2連単発なんで、ちょっと本当に AT は頑張ってほしいよ。エヴァンゲリオンチャンスとか言ってるじゃないですか、こっから槍飛んでくるんで。でね、このエヴァね、風めっちゃ来るんですよ、下から。マジアトラクション。ロンギヌス引っこ抜いてぶん投げると思ったら飛んでくる天井です、チャンスゾーン天井5回ですね。はい、投手がですね64本、任天堂勝ってマジできつかった。頑張っていこう。まあまあ基本的に青ですよね。でランプしろ。いやー頑張りたい。ちょっとね、曲変えてこ。俺これが一番好き。第6使徒なんか勝てそうな気する。オッケー、シーン2ですね。ペース的には悪くない。エピソードよし、これシーン3まで行くっすね。レイちゃん頑張って。オッケー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 、これは大丈夫でしょう。単発は回避できる気がする。オッケー、ナイス、よかった。とりあえず単発回避っす。エピソード、あー気持ちいい、めっちゃ音気持ちいい。 OK、 とりあえず白ボーナス、白7欲しい。カオル君そのためには必要です。いる。え、斜めだったらマジ最高。え、ちなみにカオル君がいた場合に青7が揃った場合は設定4以上、うん、平行白7ランプ白。さてとやるか。ちょっとバック乗せしたいですね、こう。で、白7の場合、霊薬とかも、1ゲーム連の当選率上がってるんで、霊薬をバンバン引いていきたい。激アツ、えっ激アツすぎるし、それはなかなか見たことないですよ。激アツ多分1ゲーム連確定じゃないですか。いや、確定ではないけど、めちゃくちゃ熱い。多分強霊薬ですかね。強チェリー、あ、気持ちいいだ。いや、もらってるでしょ、これはもらってる。金7出てくると思います、多分。いや、赤の中金7出てくると思う。いや、そう信じてる。いや、洗脳させる、俺は。出させる。AT フィールド全開。おー、もうチャンス3つ揃ってるし。めっちゃ豪華。おー、神事覚醒。おお、煽るね。めちゃくちゃ煽る。あ、金7っすね。わあ、気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。ちょ、ごめんなさい、写真撮らせてください。で、これで多分1ゲーム連ストックで、あと枚数上乗せもここから飛んできて200枚でかいって、やってる、なかなかやってる。いや、音やばい。はい、385枚ですね。で、1ゲーム連します。無駄なメダル減らさずに、プチとともバトルせずに、またボーナス。 OK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 、 流れ来てる。ここは青、もう一回行ってほしい。もう一回行ってほしい。行く、一応行くけど、これ行ったら確定ではないんですよ。全然外れるんで、これレアク引く。あー、でも一応チャンス出てんならちょっと期待できる。おマジ。おっ、きょう、また1ゲーム連うますぎる。ちょっと、いやいい感じ。これでまた1ゲーム連ですね。538枚。いやー挽回してきてる。うん、青っすね。で、ランプ白、ずっとランプ白なんですよ、こう。これ1ゲーム連の連打は終わりですね。688枚。ボタンは何か、ボタンなしですね。で、これ使徒バトル頑張ろう。第4使徒は普通だったら弱い、ただここでは使徒の強さ変わらないんで、自分の引きです。これもう1回来たらマジで熱い。 OK、 うい、 OK、 継続です。ありがとうございます。
ッケーオッケーオッケーオッケー、継続ですね。もうそろそろ白7が欲しい。カオル君はいない。青っすね。ランプ白、ランプずっと白だな。あ、赤止まりっすね。きついなこれは。チャンスアップあればまだあるけど。あー、オッケー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 、もう1回来ればほぼほぼ確定する。あー、2回目ないのはやばいね。おお、何これ、めっちゃ高貴やん。これ絶対熱い。あ、わ、かわいい。すごっ。 OK、 ナイス。ってことは多分モード2か3にはいるはず。2かな、モード2っぽいっすね。赤でちゃんとクリアしてくれたんで。でカオル君はいない。ちょっともうそろそろ白7欲しい、もしくは 青7の斜め。お、白ランプ、白全部白。OK、OK、これでやっとついに1箱目ですね。150枚もったいないな、白7で。ボタン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 ない。あと2人ですね。ちなみにこの2人全員倒したら、エンディング見れます。残りは2匹。熱い。 OK、 これマジこの音好き、めっちゃ気持ちいい。青、一生ランプは白。お、待って、強水化引いた。目押しミスってるんですけど、強水化ストックしてるチャンス。あー、でもアスカ、しかも青七だったんで、まあきついか。あれ、ダメ。うん、アスカっすね。ストックできず。はい、100枚。さあこれ1000枚突破。人を捨てたエヴァの力見せてもらうわ。俺もね、もうお金を捨てたテンテンの力見せつけます。ほらほらとか言って。あ、上乗せね。上乗せ、え、なんで上乗せなの。いや多分ね、上乗せ50枚ってことはないと思うんだよね。さあシンジ君分かってるよね、俺の今の状況。うおほほほ、うほほなんだけど。すごい、結構頑張ってる。シンジ君理解者、空気読んでる、ちゃんと。300枚ゲットっすね。さあエヴァブレイク、ここ行ってほしいっすね、マジで行く。まあ、なんかあると思うんだよね。どう、ない。ほら、やっぱり、何枚、50枚。あ、これで350枚ですね。これで終わるかな、さすがに。はい、350枚もくれました。でトータル1265枚。なかなか順調。ボタンは出ず。で、ここですね、あと1匹第5ストを倒しさえすればエンディングが見れます。もうエンディングまで行ったらなかなか頑張った俺って感じですよね。マジ頑張ろう。ここマジでここで来る。うわい、よし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 、マジでエンディングのチャンスだからね、これ。はしかもあと1回勝てばいいの。あと1勝つじゃなくて、あと1回進めば確定だから、チャンスアップなし。え、マジ頑張って。ここ本当にや、あの頑張るところ、ここ頑張るところ、チャンスアップボタンじゃないけども、しゃーよし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 、これエンディング見れるし、ボーナスももらってます。めちゃくちゃ嬉しい。まだね負けてるけどね、もうなんかもう勝った気分すごい。 OK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 。 いやー、めっちゃ一安心で、カオル君もいて、もうなんか何、結婚式めっちゃ俺のこと祝ってくれるんだけど、どん底から盛り上げるパターンですねこれ。うん、白7で、これランプ青。いやー、助かった、すごいなんか助かった。マジで見せ場が何もない、どうしようもない動画になりかけだったんで、これでねエンディング見れるし、1000枚オーバーもできたし、なんかもうね、やりきった感すごい。はい、150枚それ大勝利が出て、これも、高設定したボタン、うん、まあ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 、
オッケー、これでもエクストラっすね。もうここはもうランダムに出てきて特に何も示唆はないです。ただただなんかどんどん人をね倒していきましょうみたいな。シーン4でバトル頑張ろう。チャンスアップがなきゃ絶望的です。あー1回目はなし。あーこれはきつい、これはきついですね。あーまあ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 、これでエンディングです。30ゲーム、24ゲーム、25ゲームか、25ゲーム間、まあメダル増やせますよ的な感じですね。いやよかったよかった。なんかさ本当に何もなく終わるところだったんで、せめてねエンディングだけでも見れたのがねすごい嬉しいし、なんか本当にやばいやばい動画になりそうだったんで、感動す、普通にこのままどうしようかな、終了ですかね。まあ一応シナリオ見てって感じなんですけど、まあ多分このまま終わると思います。そうですね、なんか最初の弱スイカでのチャンスゾーン直撃で追ってみたものの、やっぱり高設定ではなかったのかなって打ってて思いましたね。あとやっぱりその普段はこんな台じゃないです。もうちょっとね当たり軽くて、でそこまで出ずになんか波々みたいな感じのイメージ、これは僕のイメージなんですけどね。イケメン、はい、終了です。1388枚、お見事。まあ、投資分は返ってきてないけど楽しかったし嬉しかった、ありがとうございました。はい、やめたいと思います。ですね、まあ、コードトリプルセブンは見せることができなかったんですけども、まあ、最後の最後にね、一撃でちょっと出てくれてエンディングが見れたというのがすごい満足だし、エヴァを打ちたのがすごい楽しかったです。はい、終了、お疲れ様でした。